はい、どうも、うさおでございます。はい、グラスマ見てくれてる人ね、サオやめたなって思ったでしょ、グラスマ。グラスマ？うん。やめてないんで大丈夫。サルバーです。レジヘビーレジワープですね。で、潜在解放はちょこっとやったんですけど、光が見たいっすよね。移動塗り 3% と、ハンタースキルターン短縮、思ってますね。なかなか、良いんじゃないかな。スピードアップ。リンコンボがスピードアップです。で、これなかなかめっちゃ良くて、まあラメール持ってないんで、まあ、めっちゃいいじゃんと思って。でも反射だなと思ったら貫通ってね、ちゃんと貫通。ね、で、ハンタースキルちょっと見たことないんで、使いながら見ていこうかなって思います。それではマテリア超級のね、地図がね、めちゃくちゃ最近生放送してないんで、余っているので、よしよしよし、それではね、超級マテリアでね、2体、加速キャラ入れて、超速を見せつけようかなって思います。まあ、あとね、サルバのハンタースキルもちょっと見てみたいんで、まずは、パネルを解放する。さあさあさあ、4つ拾っていこうぜ。スピードアップをよ。いや、無理か。いや、無理、さあ、上行った。すげえ早い。もう秒で塗れるんじゃね、こんなん。な、濡れてないね。濡れたね。スピードアップ、スピードアップ、スピードアップ、ああ、強い。強いねー。大正義スピードアップ。もうしっかり、濡れているから、しっかり、おー、早い早いわー。下かい。よし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 。スピードスピード。あ、ゴースト倒せんかった。あ、でも濡れた。え、めっちゃ早いな、マジで。あ、おちょちょ。すごい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 。なんかすごい、すごいぞ、これ。早いっていうのは、周回の方っすね。でいっ。早っ。意味わかんねえよ。オッケーオッケーオッケー。で、ヒナで塗りに行く。あ、てか、早っ。あ、やばい、やばい、やばい、あー、すごい。濡れたのか。濡れたー。さあ、いけいけ。すごいな。剣とスピードアップを取ってしまった攻撃の鬼になっている。スピードアップ大好きなんですよね。めちゃくちゃ気持ちよくないですか？それが配布でゲットできるっていう。はい、もうボス来てしまいました。まあ、ボスも簡単に散らしていきましょう。ちょっと角度つけ止め。ああ、つけ止めってなんだ。つけ気味。つけ止め？はまれないんだよね、いつもこれ。なんかいつもはまれない、最近。てかめっちゃ、もういないんだけど、敵。コアしか。はいや。スピードアップ、スピードアップ、スピードアップ。いや、すげえ早えな、マジで。うわぁ、いいわぁ。アークもう倒れたもん。スピードアップ。いいっすね。さあ、問題の第二ステージ。まあ、ここでね、めんどくさいことになると、負けたりするんですけど。今、全然ね、危険なとこがなかった。スピードアップ。楽だなぁ。はぁ、いや。もう倒れましたね、アーク。楽。ちょっと HP やばいかも。まあ、でもラメールいるんで、正直。はい、スピードアップ。ダッシュ。ちょっと体力やばかったな。まあまあまあ大丈夫でしょ。どすこーい。微妙なダメージ。よいしょ。いきます。まあ、カチカチに当たんないで、なんかミラクルショットしてくれればいい。当たんないミラクルショットは。ミラクルなのかちょっとわかんないですけど。ちょっと、言うて。言うてやばいよ。
濡れた。うわー、濡れてねー。ぬり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 してぬりぬり。オッケー、濡れた。オッケー。敵に触れるたび3回まで刻印を施し、最後に爆発を引き起こす。じゃあこう狙っていこう。あ、でも貫通か、貫通か、貫通だったら狙いやすくない？うん、こんな感じで狙う。さあ、どうなる？え、ルネッタ！ルネッタのメテオってことか。なるほど。まあ、ダメージは普通だったね。なんか3つ重ねればって感じかな。じゃあ加速で終わりましょう。加速だー！なるほどー。まあ、ハンタースキルまあ、強いけど普通か。まあ、というわけでね、めちゃくちゃ楽だった。てか楽しいって感じの。まあ、今回はネタ気味の動画でしたが、まあ、サルバね、撮ってみてください。ちなみにサルバ攻略は、僕ね、録画ミスしまくって心が折れました。というわけで、参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また見てね。